こんにちは、皆さん、元気ですか？僕はなんとか頑張っています。今日の課題はまた日本の文化です。ですよね、嬉しいですよね。今日の文化はですね、花見っていうことですね。直訳するとこういう意味ですね。やっぱり日本では季節の変わることはすごい大事です。春は想像するともちろん桜を考えるんですよね。なんとかね、日本のイメージは桜ですね。でも本当に言うと、一年中では桜の咲くの期間はほぼ1週間とか2週間しかないんですよ。その北のところは、その木は何にもないんです。で、やっぱりみんながそういう咲くの期間をすごい楽しく待ってるってことですね。なんとかそれは日本っぽいかなと思って。でも花見っていうのは、みんなは桜が咲いてる公園とか行って、ピクニックやるんですね。酒を飲みながら、桜の下に綺麗な景色を見ながら、友達と楽しんでるんですね。それはすごい流行ってますね。それは何歳でもみんなもよくやってますね。僕も、花見をやりましたね。実はね、友達と一緒に行くつもりでしたが、みんなは忙しいから一人で来ました。僕が行ったところが、綺麗な女性が着物を着て、琴をやりました。琴は日本の伝統の、楽器ですね。日本に住んでもその聞く機会はなかなかないんですね。それを聞きながら、僕が撮った写真を、スライドショーみたいにやりましたので、ぜひ見てください。それはすごいでしょう。それ本当に素敵な、時間を過ごしました。それともう一つあるんですけど、これから僕はやっぱり日本語もちょっと紹介しようかなと思いまして、ことわざ紹介しようかなと思って。ちょっと難しいけど、なんか自分にもそれがすごい面白いなと思って、多分教科書を勉強したら多分出ないかもしれませんね。今日は紹介するのは春眠暁を覚えず。そういう意味は、春の夜にすごい眠くて、それを寝ると日の出を傷つかずにそのままに眠ってしまうということですね。ビデオのちょっと何ですかね、毎週毎週出るつもりでしたが、ちょっとずれてしまったので、すいませんでした。でもこれから僕はやっぱり週明けですね、月曜日ぐらいに毎週にアップしますので、これからも約束しますので、毎週の月曜日を楽しみにしてください。それでも豊富なビデオ見たくて、僕のチャンネルを見てください。すごい興味あれば、サブスクライブしてください。あとはね、僕は日本語や英語のブログやってますから、これからアドレスを載せますので、よかったら見てください。今日はちょっと短いんですけど、そのままです。次のビデオを楽しみにしてください。